の前髪にもそれぞれ特徴があって、とっても可愛いですよね。チェキチェキ、こんにちは。表参道ヘアティスト、あやまるです。可愛い前髪を作りたい。でも、前髪の巻き方ってたくさんあって、どれが自分に合うのかわからない。そうやって悩んでる方もたくさんいると思います。なので、今回は、コテ、アイロン、カーラー、この3つを使って、それぞれの巻き方と仕上がりをお伝えしたいと思います。私はコテが苦手とか、アイロンが苦手とか、カーラーの使い方いまいちわかんない。などの悩みがある方は、この動画を見れば、バッチリ自分に合った可愛い前髪を作ることができるようになるので、ぜひ皆さん参考にしてください。それでは早速やっていきます。今の私の前髪は何もしていない状態です。この状態から3つの道具を使って横に流す前髪を作っていきます。で、それぞれ巻いた後、仕上がりやカールの持ちについて比較していきたいと思います。まず、どの道具を使う時も共通で、巻く前は必ず前髪溶かしてくださいね。絡まりのない状態。意外とこの前髪も短いですけど、絡まることも多いので、必ず前髪溶かしてくださいね。もうこれをやるとやらないじゃいつも言ってるんですけど、全然仕上がりは違います。はい、ではまず、じゃーん、コテを使って前髪を巻いていこうと思います。これは 26.5mm のコテで、温度は120度です。前髪ってもともと量が他の部分に比べて少ないので、熱が伝わりやすいので、120度ぐらいで大丈夫だと思います。はい、では、コテを使って、今回私は右に流したいので、流すところだけ巻くとうまく流れます。あんまり全体を巻きすぎると、全部がボヨーンってなって、ポブってなるので、流したいところだけ巻くのがおすすめです。で、右に流したい場合は、コテを左方向に巻きます。え、なんでって思うかもしれないんですけど、例えば、流したい方向にこうやって毛先を持って巻いてしまったら、この巻いたところって、カールが強くなってくる部分は、この右側なんですね。右側がカール強くなって、左の方がカールが弱い巻き方になってしまうんです。そうすると、こっちの方がカールが強くて、こっちの方がカールが弱いと、ここの端っこの部分がピョーンと跳ねてしまって、すごく不自然なバランスになるので、右に流したい時は、あえて毛先を反対側に巻く。そうすると、流し始めのところの方がカールが強くつきますね。こんな感じで。で、この状態でこっち側に浮かせたら綺麗に流れるんです。反対方向に巻いたら、熱があるうちに戻す。はい、こんな感じです。で、あとは最後に節で溶かして、じゃん。やっぱりコテで巻くとしっかりカールが出て可愛いですね。もうくるんとした強めのカールが作りたい人はコテがおすすめです。ただ、今の巻き方を見てて思うと思うんですけど、意外とスッって巻いたらすぐ離しますよね。あんまり強く巻きすぎたり、時間を置きすぎると、思った以上にもうグルーンってカールがついてしまうので、注意してください。今私がやったように、巻いてすぐ外すぐらいで大丈夫です。どうしてもコテに慣れてないって方は、結構時間を置いてしまうこともあると思うので、そういう方は温度を一番低い温度でやってください。このコテだったら40度があるので、あんまりコテに慣れてない方は、一番低い温度で、やっていくといいと思います。はい、ではそうしたら次は、ストレートアイロンを使っていきます。このストレートアイロンはさっきのコテと違って丸みがないので、その分手首を使ってカールの強さをコントロールします。あんまりくるんって巻きすぎたくない方だったり、前髪がすごく短くてコテを挟むのが怖いっていう方に、ストレートアイロンはすごくおすすめです。まあ、だからといって、ストレートアイロンも、この挟む、この部分が、おでこに近づけすぎると、熱って、やけどする可能性もあるので、気をつけてくださいね。はい、では、巻いていきます。で、さっきと同じように、流し前髪を作るときは、この流れるところの真ん中だけ巻く方が自然で、綺麗に流れてくれます。なので、この真ん中部分ですね、また同じように取ったら、さっきは反対に巻いていたんですけど、ストレートアイロンの場合は、そのまま真っ直ぐカールさせて、流したい方向に真横に引くっていうやり方でやると、すごく綺麗に流れてくれます。変に、こっち方向、こっち方向っていうのを考えずに、そのまま真っ直ぐ巻いたら真横に引く。巻いて、こう斜めにやったり、縦にぐるんってやったりしたら、変な形がついてしまうので、精神を統一して、まっすぐ巻いて、まっすぐ横に行く。これが大事です。では、巻いていきます。で、この時もあんまり時間を置きすぎず、ささっとやっていきます。で、また、節で整えて、こんな感じで完成です。さっきのコテよりもナチュラルなの分かりますかね？
あとさっきの方がやっぱり根元からくるんって巻いているので前髪がすごく上に上がってたんですけど、ストレートアイロンだったらこんな感じでまっすぐ伸ばしながら流すことができるので、短い前髪の方でもまっすぐ伸ばしながらカールをつけることができるので、まあ、前髪が上がっちゃうのが嫌な人とかはストレートアイロンがいいかなと思います。あとは前髪にちょっと癖がある人とかだったらまっすぐその癖を伸ばしながらカールをつけることができるので、前髪の癖で困ってる方もコテよりもストレートアイロンの方が綺麗にできるかなと思います。さっき使ったコテだと、まあ、コテの太さによってカールの大きさが決まっちゃうんですけど、ちょっと前髪巻くの苦手かもって思った方はストレートアイロンで巻くとうまくできるかなと思います。はい、そしたら次最後カーラーを使って巻いていきたいと思います。もうこのカーラーについては本当にめちゃめちゃ簡単で、前髪に巻きつけたらあとは放置しておくだけで OK です。朝時間のない方はこのカーラーを巻いた状態でご飯食べたりとかメイクしたり歯磨きしたりってやって、まあその間に前髪を作ることができちゃいます。効率的ですよね。今回私はこのマジックテープタイプのカーラーを使っていくんですけど、他にもクリップタイプだったりスポンジタイプのものもあって100均で売ってるので、まあ一つあってもいいんじゃないかなって思います。でカーラーって意外とちょっと緩めに跡がつくし、で私ぐらいの前髪の長さだったらこれぐらいの、意外と細めなこれぐらいですね、前髪のだいたい 1/3ぐらいの幅の太さのカーラーを使うといいと思います。これが大きすぎるとちょっと緩くなっちゃって、カーラーだと熱を当てないのでちょっとカールが取れるのが早いんですね。少し細めのものを使っておいた方がいいかなと思います。では巻いていきます。これもさっきと一緒です。流し始めのところからこの中心にかけて取ったら、でこれもコテと一緒で丸くなっているので、こっち側に巻いてしまったらカールが強い方がこの流れる方にこっちについてしまうので、流し始めに強いカールをつけたいときは逆方向に巻いていくのがいいかなと思います。なのでこういう風に巻いていきます。まず根元の方にカーラーを挟んだら、そのまま毛先に向かって斜めに滑らせます。でこれで指で毛先を内側に入れ込んだら、くるくると少し引っ張りながら巻くといいと思います。こんな感じですね。流したい方向のちょっと反対側に斜めになっているといいかなと思います。あとはこれでしばらく放置するだけです。はい、これで今だいたい10分ぐらい時間を置いていきました。まあでも最低でも10分は巻いておいた方がいいかなと思います。でも別にこのカーラー自体に熱はないので、別に30分でも1時間でもぶっちゃけこの状態のままでも大丈夫です。はい、そうしたらカーラーを外していきます。ちょっとこれもくるくるしながら外すといいと思います。こんな感じ。それでこの状態のまま出します。こんな感じです。前から見ると結構自然な感じで見えると思うんですけど、横から見ると意外とふんわりしてます。こんな感じ、意外と根元からふんわり。どうですか、放置してただけなのに結構カールついてますよね。だいたいこの太さでこれぐらいのカールがつきます。コテだったりアイロンと比べると若干カールは落ちやすくはなるんですが、ゴリゴリに巻きましたよう感もないですし、自然な感じでふんわりした前髪になるので、すごくナチュラルなのが好きな人はカーラーがおすすめです。まああとはカーラーだったらコテやアイロンみたいに火傷する心配もないですし、特に巻く技術とかも必要ないので、コテとかアイロンが苦手、ちょっとおでこ火傷するのが怖いっていう方はカーラーがおすすめです。これでコテ、ストレートアイロン、カーラー、この3つを使って前髪を作ってみた感想なんですが、まずコテはしっかりとくるんとカールをつけることができて、熱も加えてるのですごくツヤツヤな感じでした。その熱のおかげでカールの持ちもいいです。自分の前髪の長さに合う太さのコテがあれば簡単に前髪を作ることができます。次にストレートアイロンは自分でカールをコントロールすることができるので、その日の気分に合った前髪を作ることができます。あとは前髪に癖がある方だったら伸ばしながらカールをつけれるので、普段前髪がいろんな方向にバラバラに散ってしまうっていう方にはおすすめです。でこのカールの持ちはコテとそんなに変わらないです。ただ巻く時に手首を使ったりだとか、ちょっと慣れだったり技術が必要になるので、ストレートアイロンを使うのに慣れてる人にはいいかなと思います。まあでも仮に失敗してもストレートアイロンなのでまっすぐ伸ばすってやり直しもできるので、普段ストレートアイロンを使って前髪を巻かない人もこの動画を見ながらチャレンジしてもらえたら嬉しいです。
最後にカーラーですね。カーラーはとにかく簡単なのと時短になります。もうただ巻きつけてしばらく放置してれば跡がついてくれるので、時間がない朝とかはカーラーがおすすめです。だってコテとか捨てれたのってコンセントさして温めてってやらないといけないじゃないですか。その後冷まして片付けるまでやらないといけないんですけど、カーラーはもう巻いて終わりで外してポンって置いておけば OK って感じなので、忙しい人とかはすごくおすすめです。あとはやけどもないですからね。まあただコテやアイロンに比べるとやっぱり熱を使っていないので、カールは若干取れやすくはなってます。バッチリもう髪型決めていきたいっていう時はまあコテだったりストレートアイロンの方がいいかなと思うんですけど、まあ、ちょっとしたお出かけだったりちょっと友達に会うだけっていう時はこのカーラーで前髪を作っていくのもいいんじゃないかなと思います。はい、以上が3つの道具を使ってみた感想でした。どうですか、自分に合う前髪分かりましたか？どの前髪にもそれぞれ特徴があってとっても可愛いですよね。いろんなシーンに分けて使う道具を変えてもらうのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はコテ、ストレートアイロン、カーラーを使ってそれぞれの巻き方や仕上がりをお伝えしていきました。今日の動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録お願いします。下にコメント欄もあるのでたくさんコメントをお待ちしております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。